大崎上島回転魔競争は、広島県の大崎上島、豊田郡大崎上島町において開催されている行事。大崎上島町指定無形民族文化財。島の宝100系。回転魔線とは、一般には、海で漕ぐ、天魔線のことで、特に船神寺での御し渡魚において、魚座線を栄光する、タグボートのことを言う。島の回転魔のルーツは、 瀬戸内海各地にいた水軍が用いた最も早い船、小早にあるという。大崎上島の水軍は一つの勢力ではなく、大崎州と呼ばれた豪族連合で、戦国時代に小早川水軍、のみ宗勝かつの配下となり、毛利水軍に組み込まれ、五福島の戦いなど、毛利氏に従って戦った。江戸時代以降、海戦操業、造船で栄えた、この島では、 各地区ごとに、開天間を所有していた。島内にある神社で周運の安全祈願のため、船神事が行われていたが、いつ頃からか、各地区の開天間で競争するようになり、地区の名誉にかけて熱戦が繰り広げられた。記録として残っているものが、江戸時代末期のことであるため、200年以上の歴史がある。現在開転魔の行事は、東の住吉祭、木の絵17夜祭り。 エビス神社の島内3カ所で行われている。その他回転馬資料は海と島の歴史資料館に展示されている。ただ近年は少子高齢化により小切手の減少や回転馬を作れる船大工自体がいなくなることなどの問題のため、関係者は存続に危機感を抱いており、この経緯から文化事業として旅する回転馬というイベントも行われている。 建造費用は約300万円。耐久年数は不明だが、建造は7年から10年周期で行われている。現在はスポーツマンシップに乗っ取り規定が設けられている。以下、東の住吉祭で用いる回転間の所言を示す。法恩、栄へ渡る坂へやさか放来栄野菜の再祭機の絵17、夜祭りの回転間競争は乗船16人。 へさきの形状が東の回転馬より丸くなっていることなど若干異なっている。回転馬競争となってから速さを求めて船の構造や小ぎ手、対抗値のリズムが研究され進化したという対抗意識が強かった時代にはいざこざが絶えなかった。昔は地区ごとに回転馬の図面があり秘密にされており第一次世界大戦時の対象バブルで島内の 造船業が盛況だった時期には、回転魔の大きさの規定がなかったことから争うように、大型化が進められたという。優勝した地区は一年間威ばれ、競争中にわざとぶつけたり水夫が貝を持って喧嘩したこともあったという。ただこうした野蛮、粗暴である行為は昔は粋であるとされており、喧嘩も祭りの日だけという不分律もあった。スポーツマンシップに乗っ取り出したのは、 昭和30年頃からと言われている。毎年8月13日に開催。以前は、旧暦6月29日に行われていたが、帰省者が参加しやすいよう現在のものとなった。東の古江にあった、住吉神社は、文政10年大阪住吉大社を分誇らし海辺、近くに彰子として建立したが、明治期の神社合市により、現在では山側にある古古古和田神社に、 公使されている。その住吉祭は、祠として建立した時から行われていたと考えられている。当時は、開店魔競争は、住吉祭のメインではなく、いわゆる余興であった。文政8年の船明かり箱が残っていることから、開店魔競争だけは、住吉祭が始まる前から行われていたとする説も、ある。祭りは、まず神社から出た御腰は、魚座船に乗り白水港へ向かい、 これに、海天馬が後に続く。そして、み越しが、港の陸に鎮座すると、海天馬競争が始まる。それが終わると、再び魚座船に乗り、海天馬は、お教師、八重み地区にある、お旅所へ向かい神事を行い、そして再び魚座船、海天馬は、白水港に戻り、み越しは陸に上がり、宇治子の参詣を受ける。これが終わると、会場花火大会となる。 ここでの回転魔競争は、最盛期8地区が参加し昔ながらの様式を色濃く残していたという。東の出身の持月啓介は回転間に支援し、島の北側の竹原出身の池田部人が寄贈した優勝旗が残されている。人口減少により現在では、白水港で4地区による競争が行われ、各地区を転戦しながら、計5レースで争い。 総合ポイントで優勝を決める。また、観光客向けに市場体験も行われている。五福島神社旧暦6月17日に開催。木の絵にある五福島神社は、定館三年勘定と伝わり、一福島姫伝承も残る。この霊祭は、五福島神社還元祭にあたる。開転魔競僧は、古くからこの霊祭の中心行事であったとされるものの、その資料は残されていない。 祭りは、まず周り競争と呼ばれる第一回競争が行われた後、神社から御輿が出て、御座船に乗り、湾内を巡った後、う浜桟橋に鎮座する。そして残りの回転魔競争が終わった後に、神社の祭事が続き、最後に花火大会で終わる。こちらの回転魔競争も四地区による稽古レースによる競争になる。 また同様に観光用の市場体験も行われている。体育の日に開催。昔は10月10日に開催されていたが休日、制定後に合わせるようになった。木の絵置浦の恵比寿神社は、宝永二年勘定と伝わり、社自体は明治期の神社合衆により不要となった東野の住吉神社から移築したもの。移築の際には、回転まで運搬したという。回転競は、 慶応2年から始まったとされている。なお現在は回転魔競争は行われておらず、市場体験会のみとなっている。少子高齢化による過疎化が進む中で島の文化継承として2010年から始まった事業を。を島の若者が回転まで厳島まで向かい、その寄港地、目的地で回転魔文化をアピールするというもの。ありがとうございます。